高木隼人は、三重県津市出身のプロ野球選手、宇藤右内。小学4年から野球を始め、三重、海星高校では、当主として2年秋に、県大会優勝、東海大会4強。3年夏は準決勝で、中井大輔がいた、宇治山田商業高校に敗れた。プロ志望届を提出したが、指名はなかった。高校卒業後は、社会人野球。 三菱重工名古屋に7年在籍。都市対抗大会に6度出場。最速時速1 5 3トルの速球は各球団のスカウトからも注目され、毎年のようにドラフト候補に上がっていた。請求の悪さがネックとなり、指名を見送られ続けたが、2014年に大きく改善され、10月のドラフトにて読売ジャイアンツから3位指名を受け入団。 社会人時代は主にリリーフだったが、2014年6月の都市対抗東海地区二次予選では、最後の第7代表決定戦で先発し、ヤマハを4アンダー完封した。本大会では9円で3回1、3イニングを8、脱三振。急成長を遂げた姿を、巨人の山下哲司スカウト部長は高く評価。先発もリリーフもできると評された。2015年、 2月22日の東北楽天ゴールデンイーグルスとのオープン戦で、初登板し1イニングを3者凡退。3月3日、北海道日本ハムファイターズとのオープン戦で5回から3イニング、無失点と高騰。マウンド上では時折笑顔を見せ、同い年の中田翔との初対戦について、緊張はしていないです。やっと投げられるんだと思いました。 甲子園に出ていていいなと思って見ていた存在でした。結果はたまたまです。対戦できて楽しかったと声を弾ませた。三振を起死した中田翔は、すごい投手が出てきた。びっくりして振ってしまった。あれをシーズンに入り請求されたら誰も打てないと語った。監督の原辰則は、スターターとしていいスタートを切ったと先発起用を示唆3月29日。 開幕戦シリーズ第3戦目の対横浜 DNA ベイスターズ戦に、プロ初登板初先発のマウンドに上り、6回6、安打に失点と高騰して、プロ初勝利を飾る。巨人の新人投手として開幕シリーズでの、プロ初登板初先発初勝利は1960年の開幕シリーズ、国鉄スワローズ第2戦の堀本律夫、第3戦の青木有名以来の55年ぶりとなる。 ものでもあった。4月5日の阪神タイガース戦では、プロ2試合目の登板で、完封勝利を挙げさらに勢いに乗り、5月3日の阪神戦では、堀内つねお以来の49年ぶりとなる、巨人新人投手デビュー後連勝を飾った。7月16日に、第1回、WBSC プレミア12の日本代表第一次候補選手に選出されたことが発表された。 開幕後連勝の活躍から新人王左右翼として注目を集めていたが最終的には規定投球回に到達するも二桁勝利にはわずかに届かず新人王の投票は270票中9票にとどまった2016年は開幕から先発ローテーション入りしたが幸不調の波が激しく7月からローテーションを外れ中継ぎに転向 この年は25試合の登板で5勝9敗、防御率4.31だった。オフには、チームメイトの岡本和馬、平健太郎と共に、プエルトリコのウィンターリーグへ、派遣2017年は、中継ぎで高騰して先発ローテに復帰した、直後の4月19日のヤクルト戦で、送りバントを試みた際に投球が、右手の指に当たり負傷、翌日登録抹消されて、 以降長期離脱した。一軍復帰後は、中継での登板が主戦場となったため防御率こそに天台だった。ものの、白星は一生に終わった。2017年12月18日、巨人に FA 宣言で移籍してきた埼玉西部ライオンズの野上龍馬の人的保障として、埼玉西部への移籍が巨人球団から発表される。12月20日、 NPB より公示される。2018年、開幕当初は、中継ぎでの起用だったが、4月22日に、千葉ロッテマリーンズ戦にて、先発登板し6回に失点の高騰を、未成績5発先発初勝利を挙げた。なお、同日読売ジャイアンツに、FA 移籍した、野上龍馬も、阪神タイガース戦にて勝利したため、FA 移籍者と、それに伴う、 人的保障者の同日勝利という史上初の記録も誕生した。2019年は2軍暮らしが長く、1軍では2試合の登板にとどまった。10月3日に球団から戦力外通告を受けた。11月12日、12球団合同トライアウトに参加し、打者3人に対して、批安打1、1よし9、1奪三振という結果だった。同月30日、 この年より開始された公開トライアウト、ワールドトライアウト2019にも出場。2試合目に先発し、2イニングで打者7人に対して、無安打無失点の好投を見せ、特に初回は、わずか4球で三者凡退にさせる活躍で、同トライアウトの MVP に選出された。12月2日に自由契約公示された。2020年1月4日、 メキシカンリーグのユカタンライオンズと契約を結んだことが同球団のツイッターで発表された。同球団に日本人選手が所属するのは初。前日のワールドトライアウト2019で高木が MVP を獲得した際、NPB での現役続行を第一希望としながら、ワールドトライアウト社が提携する代理人事務所を通じ、 メキシカンリーグ挑戦も視野に入れていることを表明していた。3月からのメキシコでのキャンプに参加し、監督のジェロニモギルからは先発投手としての活躍を期待されていた。しかし、新型コロナウイルス拡大の影響でリーグの開幕が延期。一度日本に戻るとメキシコへの再入国が難しくなる可能性を考え、メキシコに残って個人で調整を続けた。その後、 メキシカンリーグは試合数を縮小して8月からの開催が検討されていたが7月1日2020年シーズンの開催中止が決定されたメキシカンリーグ中止発表後もメキシコに滞在していたが7月16日日本の独立リーグルートイン BC リーグの神奈川フューチャードリームスに入団することが報じられた7月31日 球団より正式に入団が発表され、8月3日に入団会見が行われた。神奈川では7試合に先発したが、2勝1敗、防御率5.11と今一つな成績に終わった。シーズン終了後の12月上旬より、神奈川球団のオフィシャルスポンサーである、バス会社、シティアクセス相模の公式アンバサダーに就任。また、 厚木市のスポーツショップベースボールゾーントライでは水曜日限定で店長も務めていた。2021年1月4日、神奈川を退団し、改めてメキシカンリーグのユカタンライオンズに入団することが発表されたが2月23日に戦力外となった。3月12日、前年所属した神奈川と再度契約を結んだことが発表された。 背番号は前年と同じ13番となる。10月4日、対談。最速時速153キロメートルの直球、シュート、フォーク、カーブ、監督の原勝則が命名した高木ボールが武器。この高木ボールはカットボールとスライダーの中間の曲がり方をする独特の球で緩急をつけた2種類がある。直球も適度に動くという。 プロイリアと初の打者への投球にも、緊張はしなかったですと語り、投球途中で靴紐をゆっくり結び直すなど、落ち着きと度胸もある。三菱重工名古屋時代の監督で、恩師、佐伯木勲い曰く、入社した頃はスピードばかりをい求めていた。やってやるぞという気持ちが強すぎて空回り、力んで、請球もフォームも乱していた。私が教えたのは、当たり前のことばかり。 バランスよく、なぎろと、ドラフトで、毎年のように指名を待って、失敗を重ねながら成長してきましたから。入社当初は、体重が60キログラムほどしかなく、最初は、線が細くて、食事やトレーニングの指導をしました。もっと食事にこだわれ、お菓子を食べるくらいなら黒豆でも食べろ。とすると、すぐに黒豆を瓶に詰めて携帯するようになった。僕に言われたからって、 そこまでする選手はなかなかいない。愚直なまでに素直な性格です。食への意識が変わり、体が大きくなったことで球威が向上した。黒豆が大好物なことから、愛称は黒豆王子。キャンプ地にも黒豆を持参する。佐伯監督は素直な性格で人と接するのが好き。だから、あいつの周りにはいつも人が集まる。遠征に行ったとき、 高木の周りに人だかりができていた。みんなと談笑しているもんだから知り合いかと聞くと、いいえ、さっき知り合いました。みんな初対面ですって。宮崎に行った時も巨人の先輩方とコミュニケーションをとって練習していたから物おじしないで大したもんだと感心しましたと語る。キャンプでは練習後、先輩たちが同乗する送迎車を先に返し、1時間ほど、 ファンにサインをしてから宿舎に戻るのが日課となるなど、ファンサービスを大切にしている。読売ジャイアンツ時代には、チームに高木京介と坂本隼人が在籍していたため、岩田博和が高木を、この二人と区別をするために考案した、イサムツーという愛称が、ファンの中で広まっていた。プロ野球を続けられなくても、 草野球などで野球を続けたいと話し、自分にとっての引退は野球をやめるとき。なので、引退はまだまだ先かなと。死ぬまで引退しないでいたいなとも思いますと語っている。メキシカンリーグに挑戦中だった2020年2月4日、自身のブログで結婚を発表した。ありがとうございます。